皆様こんにちは。今日はですね、12月6日日曜日夕方の4時10分を迎えようとしております。今日は稲敷市、そして現在牛久市で凱旋を続けております。ちょうど常磐線の方面に牛久で今日没を迎えようとしておりますけども、風もなくてですね、そして、まあ、そこまで寒くもないので、この牛久市の新興住宅地ではものすごい数のお子さんたちが今夕方遊んでおりまして、多くの激励をいただいております。子供たちにもですね、ぜひこの木なんの木梶岡弘樹というフレーズを覚えていただいて、そして身近に感じていただいて、有権者になった時にこの木なんの木梶岡弘樹聞いたことあるなというような、親しみを持っていただけるように、子どもたちにも、いい政治ができるように頑張ってまいりたいと思っております。皆様今週末はいかがお過ごしでしょうか。明日からまた月曜日です。私梶岡弘樹は明日は、また駅頭に立ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。